はい、こちらアベールですね。アベールのエッチングパーツですね。キングタイガー用になっています。難問なのはここです。これを作りたいと思います。カッターナイフですね。先を、新しい刃をつけて先をきれいにピカピカにしております。よく切れる状態です。これでカットしていきたいと思います。下に引いてるのはですね、プラ板ですね。ちょっと厚めのプラ板を引いて沈み込まないようにしております。じゃあ切っていきます。できる限りゲートの処理はしたくないので、ギリギリで狙っていきます。ゲートの処理はですね、ダイヤモンドヤスリ、エッチングなんかを削るためのものですね。タミヤのやつを持ってますんで、これを使いたいと思います。ここにバリがちょっと出てますね。これを取ります。はい、綺麗になりました。ツルツルです。パーツごとに分けて置いておきます。この作業をするときはこちらをつけています。タミヤのヘッドルーペですね。メガネの前につけてやってます。3倍をかけていると割とよく見えます。大変おすすめです。これが仕上がりの目標ですので、まずですね、ここの部分、この部分を、作って折っていきます。今、こんな平たい状態ですね。これをですね、何でもいいと思います。金属製のものでいいと思うので、これを使いまして、ちょっと R をつけてあげるんですね。こんな感じでちょっとくるくるっと、このくらいでしょうか。あんまり、大きく R をつける必要はないんで、このくらいの R の量ですね。あとこれ表と裏があります。多分こっちが裏になると思うんですね。折り目がついてる方がちょっとディテールになってくると思うんで、これを表にした方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい。それではですね、次に、ここですね、この下の部分の方を折っていきたいと思います。このくらいでしょうか。こんな感じで折ります。そして今度はここをですね、谷折りにするんですね。こう持ちまして、こうですね。そして、返しまして、ここの部分をもう一度折るとという形ですね。この形ですね。はい。それでは次にですね、この持ち手の部分ですねを、折っていきたいと思います。今部品はこんな状態になってます。これをここにね、また同じく線がありますんで、これを谷折りにしていくことになりますね。まずですね、ここの方をつまんで折り上げます。谷折りですね。で、90度に折ります。90度に折りましたら、逆を向けまして、こっち側も折っていくんですけれども、この時ですね、90度まで折らず、このくらい。片っぽが90度に対して、もうちょっと緩い感じで折っておきます。今回動画で撮ってる、
内容というのはですね、この吉岡さんの本ですねの中の、載ってる、工具の作り方を、参考にしてやっています。こういう板を用意しまして、こういう、板を用意しまして、そこに両面テープを貼ります。ちょっと貼ってるの見えますでしょうか。ここに貼ってます。ここの上に、先ほどのこの3つのパーツですね、3つのパーツを、動かないように貼り付けて作業するっていうのが一番のポイントですね。そうすると動かないのでね、作業がしやすくなりますので、はい、では組み立ての方ですね。まずですね、この取っ手の部分ですね、これを最初に用意します。で、90度に折ってる方ですね、90度に折ってる方を下にしてこう取り付けます。ここにでですね、今度はこちらの下のパーツを持ってくるんですけれども、ここにね、飛び出しがついてますね。こう2つ2箇所飛び出しがあると思います。この飛び出してるここをですね、ここの小さい穴にですね、差し込むんですね。こんな感じです。はい、そしたら今度は上のカバーを取り付けます。これも同じように左右に飛び出しが出てますね。これを今度はここの中の穴ですね、こっちのちっちゃい方の 内側の方の穴にこう置きます。こんな感じですね。でですね、ここ今飛び出し2つありますね。ここ2つ、ここに今ここ、これとこの奥にありますね。そのを、この上の今2つ見えますね、ちょうど見えますね。ここ、この穴2つで、刺すという感じになります。で、この状態だとちょっと入らないと思われますんで、ここをちょっと調節して立てておいたりするんですね。こう、うまく刺さるようにちょっと調節をしておきまして、で押し込んでいくと、はい、入りましたね。 OK、 うまくいくと一発で入ります。こうなりましたら出来上がりですね。慎重に剥がして立ち上げます。こうですね。これでここが引っかかりまして、ここが引っかかってこうクランプされるという形になります。ですんで、ここの部分ですね、少し広い目に、ここの部分を少し広めにしておくと取り付けやすくなりますね。はい、完成です。はい、10個全部できました。はい、すべて稼働します。出来上がりです。